ロバート・ピーター・ウィリアムズはイギリス・イングランドのストーク・オン・トレント出身のポップシンガーである。1990年から1995年、2009年から2012年の間までテイク・ザットのメンバーとして活動し、それ以外にもソロのアーティストとして活動した大な成功を収め、全欧的な人気を誇る。1974年2月13日、 ピーター・ウィリアムズとジャネット・ウィリアムズの子として、ストーク・オン・トレントに生まれる。姉がいる。ロビーが3歳の時に、両親は離婚しており母親に、姉と共に育てられた。1990年、17歳の頃に、マーティン・スミスとゲイリー・バーローが開催したオーディションにて、ジェイソン・ド・ノガンの曲を歌い合格する。1992年、アイドル・ポップグループのテイク・ザットのメンバーの、 一員としてメジャーデビュー。セカンドボーカルとしてイギリスを含めヨーロッパ中のアイドルとして活躍、全英一位を獲得したエブリシングチェンジーズでもリードボーカルを務めている。しかしメンバー間の不和などが原因となり1995年に脱退。その後、1996年2月13日に解散することを発表、皮肉なことにその日は、 ロビーの誕生日であった。脱退後はドラッグとアルコールの大敗した生活に陥るが、しかし徐々に回復を見せていく。そして彼はソロ活動を開始する。ソロ活動はデビュー以来低迷していたが1997年にリリースしたエンジェルスが世界中でヒットし、これを機にソロ活動を開花させる。1997年に発表されたミレニアムにて、 初の全英1位を獲得。その後も、シーズ・ザ・ワンや、ロック DJ ・ DJ カイリー・ミノーグと共演した、キッズなど、大ヒットを飛ばす。2001年には、アカデミー賞女優のニコール・キットマンとデュエットした、サムシン・ステューピットがヒット。同曲が収められた、アルバム、スウィング・ホエン・ユー・ア・ウィニングでは1950年代、60年代の、スウィング・ジャズの曲をカバーし、JN ・ホロックス、 ルパート・エベレット、ジョン・ロビッツなどともデュエットしている。2003年11月には、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペインなど全欧3万人を対象としたデジタルテレビチャンネルのミュージックチョイスの調査で、ヨーロッパで最もよく聴かれているチャートスターに選ばれた。8月1日から3日には、イギリスのネブワースにおいて37万5千人を動員しての野外コンサートを行った。 2005年オフィシャル UK チャートカンパニー発表の21世紀前衛で最も売れているアーティストに選ばれた。イギリス国内において2000年1月1日から2005年10月11日までにオリジナルアルバムを630万枚売り上げている。5作目のオリジナルアルバムインテンシブケアは2005年最も売れた CD のベスト10入り。2006年 南アフリカを皮切りに全44公演のワールドツアーを開始。260万人を動員する。チケットは即日ソールドアウト。ギネス記録に認定される。2010年7月15日、テイクザットに復帰することが正式に発表。11月にノーバディエルス以来のロビー参加のアルバム、プログレスが発表された。2010年8月7日、 トルコ系アメリカ人の女優アイダフィールドと結婚。2011年5月には、テイクザットとして、プログレスツアーを開始する。途中、ロビーの食中毒により公演がキャンセルされるなどの、ハプニングなどもあったが、大成功に終わる。2011年10月4日、ゲイリー・バーローが、ロビーの、再びのテイクザット脱退を明言。ただし1995年と違い友好的なもので、 Take That は4人での活動を継続する。またゲイリーは、ロビーが望むのならまたいつでも Take That に帰ってくる場所はあるとも発言した。2011年10月、ユニバーサルミュージックに移籍。2012年11月14日に移籍第1弾となるニューアルバム、Take t h ウ c o w n を発売。先行シングルのキャンディは、ゲイリー・バーローとの共作であり、 テイクザット時代を含むキャリアとしては14作目の前衛1位に輝いた。ありがとうございます。